病院長からのご挨拶にもございました。我々筑波大学だけでなく、慶応、京都、大阪、岡山、九州大学、この6大学で、AMED の支援を受けまして、橋渡し、授業の一環として人材育成を行っております。はい、まず最初にですが、我々ですね、ありがたいことに特許庁主催の IP ベースアワードというもので、エコシステム部門、奨励賞を、受賞いたしました。これが先週の金曜日にニュースが飛び込んでまいりまして、非常にありがたいことだなと思っております。今週の金曜日に受賞式があるということで、その後には写真とかもご紹介できると思うんですが、ライフサイエンスの中では初めての受賞ですので、非常に評価いただいているということで、ありがたいと思っております。我々のプログラム、はい、で IP ベースアワードを受賞いたしました。そして、2020年度からですね、大阪大学の拠点も含めて、プログラムを進めております。次のページお願いします。はい、でプログラムの概要ですが、真ん中左手にあります製品、標的製品プロフィール、我々、ターゲットプロダクトプロファイルと呼んでおります。まず製品を作り上げるというところについて、4回から5回のワークショップを行いまして、その後、どういうものを作るかというのを決めてからビジネスモデルを構築するということで、5回程度のワークショップを行っております。今年につきましては、前半が4回、後半が3回、そして個別の特別メンタリングとオンラインのメンタリングというのを間に挟むという形で行っております。そして最終ピッチを英語で行いまして、優秀チーム2チームについてサンディエゴのトレーニングに派遣するという方向性で進めてまいりました。最終的にサンディエゴには3チーム行くことになりました。次のページお願いします。はい、でスパーク、パードバイスパークということで、スタンフォード大学のスパークプログラムというところと一緒に運用しております。右上のダリアノ・シーローゼン博士が、私が留学していた先なんですけれども、そちらと一緒に取り組んでいるんですけれども、この特徴の一つが手厚いメンターのサポートになります。トータルで30名程度のメンターの先生方にチームにアドバイスをいただくということを行っておりまして、それぞれのメンタリンググループワークの中で、今年については3時間ですね、夕方の6時から9時までですね、これを10回近く繰り返すということで、非常に強制力を持ってビジネスモデルを作り込んでいくということを行ってまいりました。次のページお願いします。そしてまず一番最初の時にはですね、ブートキャンプを行いまして、座学で、今年はオンラインでしたので2日間だけだったんですけれども、まず、ビジネスというのはどういうものかということを考えていただきます。まずはその今持っていらっしゃる技術について、メンター側も含めて、技術的な背景を理解してシーズの強みを再評価し、その後ですね、実際にシーズが持っている価値を、具体化してビジネスにつなげていくという提案を行います。見ていただけるようにオンラインですべて行いました。はい、次お願いします。今年の参加チーム5チームございます。内容についてはこの後発表がありますので、ご覧ください。ベシカインテリジェンスとニューリットが成果発表します。創薬関係が2、診断技術が2、医療機器関係が1という構成になっております。ちなみに、創薬関係1つあったんですけれども、コアロシステムズ一番真ん中のチームにつきましては、プログラムの中でピボットをしまして、プラットフォームテクノロジーの方に、シフトしております。次お願いします。中間ピッチにつきましては、つくば市と共催でハイブリッドで開催をいたしました。場所もつくば市役所をお借りしたんですが、オンラインとハイブリッドというのは非常にオペレーションが難しかったんですけれども、皆さん英語でのピッチをやっていただきました。ただですね、オペレーション上では、なかなか Wi-Fi が安定しない、もしくはパソコンのトラブル、今日も今もあったんですけれども、こういうのがいくつかございまして、課題が見えてまいりました。次お願いします。はい、
で、ファイナルピッチにつきましても、こちらはもう完全にオンラインで開催するという方向にシフトしました。事前に YouTube を、でですね、動画を作っていただきまして、英語でピッチをしていただいていました。で、これをですね、すべてのメンターと共有をしていたので、実はこれができたのが筑波大学側のプログラムのチームだけだったので、まあ、若干ですね、大阪大学側のチームが、評点があまり高くなかったという状況がございました。次お願いします。はい。そして、優秀3チームを表彰いたしました。本日、プレゼンいただきます、ニューリットとリスカインテリジェンスに、が選ばれておりまして、大阪大学の方からも、ミルイオンという、毛髪の、診断の、チームが選ばれました。評価の基準としましては、まあ、大企業の事業計画とも、とも、研究計画、まあ、一般な、研究の計画とも異なります。なので、スタンフォードのスパークの評価基準に沿って我々、評価をしております。一番大きいのがアンメットメディカルニーズになるんですけれども、新規性、コンペティティブネス、競争力、チームの、強さ、事業計画の実現可能性、そしてグローバル戦略というところ、まあ、一番下のグローバル戦略はですね、これ日本だけつけてるんですけれども、アメリカで、どれだけ開発していけるかというところについて評価を行っております。次のページお願いします。はい。そして、プログラムが終わった後にですね、最終ピッチの翌日、国際シンポジウムを実施しました。これは、CIC 東京さんと、共催ということで、主催は、慶応大学さんが、でございました。で、虎ノ門の CIC の、まあ、施設をお借りしました。次のページお願いします。はい。参加者の内訳ですが、大学の先生方が多いんですが、企業の方、官公庁の方にも参加いただいており、トータルで230名という非常に盛況な会でございました。次のページお願いします。はい。プログラムですが、細かいところは入りませんが、各省庁のキーパーソンの方にご挨拶いただくということと、一番下、エコシステムを担う民間のプレイヤーを一堂に集めるということをしました。まだまだ我々ライフサイエンスのスタートアップというのは小さい業界です。なので、このパイを大きくしましょうということで、協力関係を確認しました。次のページお願いします。はい。午後にはですね、デジタルバイオ、デジタルセラピューティクスというところのディスカッションのために、そのキーパーソン、まあ、特に政府の方からのキーパーソンと学術界からの先生方に来ていただきました。厚労省、内閣府、東京都の方々にご講演をいただき、その後、AI の創薬ですとか、さまざまなデジタルの技術について、医療への応用についてディスカッションを行いました。次のページお願いします。はい。で、午前中のディスカッションの中で、リサーチスタジオと他の、プログラムの比較というのも行いました。一番大きい、問題としては、やはり、民間のプレイヤーが増えているんですけれども、そもそもやはりパイが小さい、まあ、これをなんとか大きくしたいということでございます。そして、我々のプログラムについては、ファイナンシャルサポートがまだ十分でないので、このあたりを課題として考えております。次のページお願いします。はい。参加者のコメントとしては、大変参考になった、まあ良かったという話も多かったんですが、我々頑張って英語の、ピッチをお願いしているんですけれども、もう少し英語を磨いた方がいいんじゃないかというところもありまして、なかなか、まあ、リスナーとしては厳しいご意見もいただいている状況ではございました。次のページお願いします。はい。そして、UCSD でのトレーニングについてもご紹介をいたします。次のページお願いします。非常に過密なスケジュールでございました。ビジネスライドで恐縮ですが、赤字で書いております。米国での市場調査、カスタマーセグメント、バリュープロポジション、バリューチェーン、ストーリーテリング、まあ、こういったところを、まあ、日本でも若干は行っていたんですが、やはり現地のメンターのサポートによりまして、UCSD のツールを使いまして実際に実施しました。そして、デイ3からデイ5については、重点的に現地の医師ですとか、患者さんに関連するようなところ、実際にマーケットに関するインタビューを徹底的に行いました。次のページお願いします。はい。最終ピッチの様子がこちらでございます。私が今使っているのもそうですが、UCSD 側が背景を、用意してくれまして、まあ、一体感も出していただいているという状況です。この最終ピッチでは、ウェシカインテリジェンスが優勝いたしました。はい。次のページお願いします。はい。UCSD の振り、トレーニングの振り返りですが、国内プログラムの初期から、UCSD と情報共有ができたのが良かったなと
英語でのピッチ動画の共有という非常に効果的だったと思います。我々のプログラム自体ですね、最初も紹介しました、これと同じようなことを UCSD も始めました。なので彼らはメドテックアクセラレーターと言ってるんですが、我々このメドテックアクセラレーターすべて徴収する権利を今も持っております。UCSD と学習で定期ミーティングを今も行っておりまして、もう緊密な連携状況です。プレメンタリングですとか、あと、実際のプログラム自体も9日間に伸ばすことで、オンラインの、問題点を回復しようということで、実際なかなかうまくいったのではないかなと思っております。次のページお願いします。はい。成果としては、米国の臨床専門医との面談を通じまして、アメリカの市場ということをはっきりダイレクトに見ることができました。また、発表にあるかもしれませんが、ライセンスアウト、するポテンシャルのある、先にですね、企業さんと、ディスカッションすることができまして、非常にポジティブな、反応が得られました。専門医との議論によりまして、日米の医療環境の違い、これ毎年出るんですが、新たなマーケティング戦略というのが見えてきているところもありました。はい。次お願いします。次のページをお願いします。はい、ありがとうございます。来年度以降に向けてですが、2021年度できれば現地開催したいと思っております。早めに契約を行いまして、2チームで基本契約しているんですが、できれば、多くのチームをトレーニングしたいと思います。また、すみません、ダイレクトな金額を書いてしまっているんですが、300万程度でやっております。これは非常に格安だなというところは感じているところでございます。そして右側ですが、共同と書いております。UCSD 側からの、申し出の非常に多いところです。共同のハッカソンですとか、スポンサー獲得、インキュベーション事業、投資、こういうものを含めた、提案が来ているんですが、我々あくまでも医学の、ところですので、これは、三年本部の先生方と一緒に、協調して動いていきたいというふうに考えております。次のページお願いします。過去の参加チームについて少しご説明します。2018年度のチームがですね、すでに5社中4社が起業したという実績で、2番目のオキュラスもこれは別の会社を立ち上げていらっしゃいますので、参加者すべてが何らかの形で事業に関わっております。ただですね、これやはり2年後までは、去年まではここまでの成果に合ってません。なので、2019年のチームにつきましても、今後、特に1番目のクエステックバイオなどには、VC からのアプローチもかなり多くなってきています。成果としても見えてくるというふうに考えております。次のページお願いします。はい。今年のプログラムの概要です。詳しくは、ウェブへということなんですけれども、国際シンポジウムを今年は先に、行いまして、そこで、研究者によるシーズン発表をまず行っていただく予定です。その後、7月にブートキャンプ、7月から8月に前半、9月に後半、そして10月上旬に最終ピッチという流れになっております。今年はですね、JHVS、これ横浜でバルジャパンと共催されます厚労省のイベントで、ここでピッチができないかなということで、今交渉を進めているところで、これに合わせたプログラム編成となっております。次のページをお願いします。詳細な日程についてはこういう日程で、今、詰めているところでございます。次のページをお願いします。はい。というわけで、これ、昨年の、2月ですね。一昨年のプログラムの、集合写真です。来年はこういう形で、また共同で、CSD まで持っていくというプログラムを行いたいと思っております。